今までのカルマは前世や前踊り時世で行ったものが今世に帰ってきたというぐらい現実反映にタイムラグがありました。今はインスタントカルマといって午前中に発した波動が午後に帰ってくるくらい現実への反映が早まっています。このような加速化現象は魂が成長している証拠。僕たちは進化すればするほど発信受信すなわち現実反映のタイムラグがどんどん短くなります。ネガティブになっていればネガティブが、ポジティブになっていればポジティブがすぐさまやってくることを肝に銘じて、自分の意識を使いこなしていい状態をキープすることがとても大事です。周波数の上げ方はこ、ひ、し、た、ふ、わ、よの実践です。あとは日々をリラックスして楽しんで過ごせれば良いのです。こは心地がいいこと、ひは惹かれること、しはしっくりくること、すっきりすること、たは楽しいこと、ふはふに落ちること、わはワクワクすること、よは喜びを感じること。日々周波数を上げる選択をし望む周波数と一致すればいいのです。次元上昇に伴い意識のみならず僕たちの肉体の周波数も徐々に調整されていきます。僕はいつも食べたいものを少量感謝していただくことを推奨していますが、意識的に食事をすることは新しい地球に身体が同調していくためにも大切です。ヒンドー教の神クリシュナは浄化や覚醒の力を持ち、普段の食事の波動を上げてネガティブな影響を最小限に抑えるサポートをしてくれます。